列なんですが、それで今ちょっと時間見てください。今、朝の5時34分です。まあ、なんでこんなに朝早く行ってるかっていうと、今日はやっと念願の大会があるんですよ。めちゃめちゃ嬉しい。半年ぶり。そう、ほんま半年ぶり。最後に出たのが半年ぶりで、だからそれからずっとで、まあ大会がなかったんで、あんまりそうで、やっと出れることなんで、大会に。今回その行くの、今から行くのはモファットビーチっていう場所なんですよね。でそのモファットビーチって場所で、まあ、まあ、ベンダルメモリアルサーフィンコンテストってやつなんですよ。でなんか結構地元の人たちは知ってるみたいで、このメモリアルの大会を。で結構歴史があるみたいで、そう有名な、そうなんか有名みたい。そう、地元の人に聞いたら有名みたいで、この大会は。だから結構今回その規模も大きいし、人の出てるメンツも結構濃いんですよ今回。そう、まあ、なんでこんな朝早くかっていうと、大会自体が7時から始まるんですよね。で予定では僕のヒートは大体9時20分からなんですよ、僕のヒートが。だからそんな早く行く必要ないんですけど、まあそこのやっぱ会場で練習しとかないとダメなんで、試合が始まったらもう練習会場でサーフィンできなくなっちゃうんですよね。だからとりあえず試合が始まる前にちょっとでも入って、でまあどんな感じかこう鳴らして、でまああとは試合に備えるって感じなんで、だからこんなに朝早く行かないといけなくて、ヌーサからモファットビーチまで大体約50分ぐらいかかるんですよ。そう、だからもうね、試合前からもうすでにしんどいっていう。眠たい。眠たい。4時半起きです。いやー、4時半起きはきついね。試合の日に4時半起きは結構きついね。とりあえず今からモファットビーチに向けてちょっとドライブします。レッツゴー。レッツゴー。はい、着きました。今6時16分で、もう7時多分ちょうどから始まると思うので、この感じだと、まあ試合までにちょっと軽く入ろうかなと思います。ちょっと急いでるのでちょっとこの辺で終わります。軽くちょっと入ってきたんですけど、すごいここめっちゃ沖遠いんで、一本乗ったらもうその沖に行くのめっちゃ大変なんですよ。もう流れもこっち僕に向かってくる、風もこっち向きやから、もう結構ハードコンディションですね今日。でなんか波も大きくないんですよそんなに。大きくないのに風波なんで、なんかもう乗っても超ショートライディングとか、もうほんまにちゃんと稲見選んで乗らへんと、結構今回の大会は苦戦を強いられそうな感じですね。まあでも乗るっしょ。乗るっしょ。まあまあ、試合までちょっと2時間ぐらいあるんで、ちょっとそれまでは稲見見たり、ちょっと集中タイムに入ろうと思います。ではyeah, I'm very happy. Here you go, good luck.
No priority? No priority. No priority. No. No. You'll have plenty of wife there. Yeah. He's just got to be in the right spot. Okay. It's good to see you back. Yeah. I'm so happy. Yeah. 2 years ago. Yeah, I was here. Yeah. And then I caught you. Yeah, yeah. Didn't remember. Yeah, I did. Yeah. Anyway, you'll be right. Thanks so much. Yeah, have a good one. そう覚えてた2年前結果は3番ってことで、1回戦敗退になりました。いやー、それめっちゃ悔しいっすね、正直。まあ、波もすごいハードやったんですよね。波見つけれんかったっていうか、なんか乗ってもこう続かなかったりで、まあ僕が思ってた作戦がまあちょっと今回うまくはまらんかったって感じですね。僕はもっと沖で乗ったらいいかなと思ったんですけど、みんなはもっと手前で乗ってたみたいで、僕ももっとそうすればよかったんですけど、まあ、ちょっと僕のは山が外れたというか思ってた。で、最後の残り10秒ぐらいですね。10秒で僕が奥に行ってたんですよ、その白よりで、波来たんですよね。で、乗れば僕良かったんですけど、よくないように見えたんで、波が乗らんかったんですよ。まだ10秒あるし、もしかしたらその奥にさらに波が来てるかもしれないと思って、そしたらそれでまさかの白が逆転したみたいで、白が1番で黄色が2番で僕が3番になっちゃったんですよね。だからもし普通に僕があれ、僕乗るかのめっちゃ迷ったんですよ。あれでも普通に良くないと思ってたんで、波がね、そんなに。ああまあいいと思わなかったし、その波が。だから別に行くあれなかったんですよね。でもアナウンスも聞こえなかったんですよ。もう結構すげえ幅遠いし、でちゃんと待てば聞けたんですけど、アウトに行かへんかったらずっとインサイド流されるし、波来てるかもしれないからパドルするじゃないですか。そしたらもう全く聞こえないんですよ、アナウンスが。だから自分が何番か分からへんから、どうしようってなって、で今回優先権もないんですよ。だから優先権もないから、自分で波取りに行かないといけないですよね。もうだからもう僕はそれにとりあえずフォーカスしてたんですよ。とりあえずもうあと1本乗って、あともう1本、あともう1本っていう思いで行ってて、最後に来たやつ残り10秒ぐらいでしたね。いや良くない、じゃあ次狙った。そしたらその次波来てない白がそれで行って逆転。まあ運がなかったということやし、まあ見る目がなかったってことですね、波を見る目も。ちゃんとフォンも聞こえてて、俺が2番相手が3番やったら絶対それ乗せせんかったし、うん、まあ、全部がちょっと積み重なっちゃいましたね。なんかダメだったんだ、まあ、結構僕的には万全やったんですよね、調子も。すごいそれに向けてやっぱりこう頑張ってたんで、結構この半年間ずっとトレーニングも
それがなんかまあちょっとこうね一コケという形で終わってしまったのがやっぱ僕の中ですごいこう悔しいですね、ほんまに。でもサーフィン自体はすごい良かったけどな、今日も大会中に。あ、ほんまに、うん、その悪くはなかった。ありがとう、見とっても好きな素人で自分の中で思ったのはちょっと試合不足やなと思いました、僕は、うん、やっぱずっと去年とかその前は1ヶ月に1回ぐらい、多い時で2回ぐらい出てたんです試合に。それがもういきなりなくなって半年ぶりに試合とかそういうのがあったんで、まあちょっと僕の中のその試合の感覚も多分薄れてきてたっていうのもあるし、うん、まあでもあの5月3日にそのゴールドコーストのバーレーでゴールドコーストオープンっていう大きい大会があるんですよ、まあ、それは賞金もあのめっちゃあるし、もうね絶対あのすごいあのメンツやと思うんですよ今回も。だからまあそれに向けてもう頑張るしかないですね。もう頑張りましょう。頑張ります、それに向けてまあでもあのとりあえずオーストラリアの、まあ、地元の大きい大会はこんな感じでした。まあこの動画が良かった方はぜひ、まあ、グッドボタンと、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、やばい。